成いたしました。いよいよホワイトスコーピオンの登場となりますが、皆さん準備は OK ですか？それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。ホワイトスコーピオンの登場です。はじめまして、私たちホワイトスコーピオンです。お願いします。よろしくお願いします。ホワイトスコーピオンですの掛け声とともに、皆さん決めポーズ決まったんですね。はい、はい、そうなんです。ホワイトスコーピオンポーズができました。ぜひ写真によかったら収めてください。ナビちゃん、これのポーズのポイントはどこにありますか？目の横にやって、足もちゃんとサソリをイメージしました。これが大切なんだよね、はい、全身でサソリをイメージしているそうです。ニコちゃん、これは誰が考えてくれたポーズなんですか？こちらは偉大な高弘先生が考案していただきましたね。振り付けをしてくれてる高弘先生考案のホワイトスコーピオンポーズ、はい、ということで、皆さんぜひこれね覚えてもらって、なんかね、いつかこう写真会とかさ、はい、あったら皆さんと一緒にね撮れる時はやりたいですよね。やりたいですね。さあ、1部から3部までやってます。そんな得意ではないんですけど、でも見たいってことか。見たいってことか。何ができる？やったことないんだよ。なんかリクエストとかありますか？リクエスト、あ、エンタマコできるの？ピカチュウ。あ、ピカチュウ。ピカチュウ、いいじゃん。じゃあピカチュウのモノマネやってみますか？はい、頑張ります。はい、挑戦してみよう。じゃあピカチュウのモノマネまで3、2、1。ピカチュウ、かわいい。それ国語ですね。かわいいピカチュウのモノマネでした。見たかったんでしょうね。さあ、じゃあ続きまして、ニックネームジュデさんからいただきました。これ全員にお聞きしたいそうです。はい、チャームポイントはということです。あ、チャームポイント、まあ、特技趣味聞かれるのと同じぐらい、チャームポイントもね聞かれること、多分インタビューとかであると思いますんで聞いていきましょうか。じゃあココちゃんから、チャームポイントどこですか？特技、私はなんかこのオーディション始まってからいろんな方に肌白いねって言ってもらえること多いので、肌白いのがチャームポイントです。いいね、すごい、確かに肌白いですね。ココちゃん出身が北海道で、北海道でもやっぱ寒い地方だってそうなのかな。そう、よく言いますよね。そう、確かにイメージある。白いし、確かに北海道か、北海道から来てるんだ。そうです、北海道から来てます。北海道から来てるお客さんとかいます？さすがにまだいないかな。多いですよね。一番じゃ遠くから二人が来てるかもしれない。はい、じゃあ、なつちゃんのチャームポイント教えてください。はい、私はクリームパンのような手です。かわいい。手ちっちゃいのかな？ちっちゃいです。あ、ほんとだ。お、かわいい。みんな写真撮ってます。かわいい。職人されちゃう。握手会とかでぜひ。そうだ、お願いします。かもしれない。さあ、続いて、じゃあももちゃん、ちゃんといてありますか？模索中です。模索中。いや、確かももちゃんも色白いよね。白い。肌綺麗。いいですね。肌綺麗。あと足長いですけど。あ、足長い。足長い。あ、そうなんだ。じゃあちょっとチャームポイント候補にぜひ入れてください。そうします。ありがとう。じゃあ、葵ちゃん。はい、私は声です。お、声。可愛い。いいね、確かに。どんな
声って言われますか？みんなに言われるのは、なんか喋ってると眠くなるって。ああ、こっちの声ってなる。確かにね、そうだな。安らぎの声だ。みんな寝ないでください。いいね。みんな起きてみてください。じゃあ、アリちゃん。はい、私は公式では、まあ、チャイルメとかエクボムだって言わせていただいてるんですけど、ここのほっぺのところに、ほくろが3つ並んでるんですよ。そういうこと？初めて知った。本当だ。待って、初めて知ったんだけど。普段もあった。悔しい。めっちゃ悔しい。ほくろが3つ並んでるんです。はい。そっか、じゃあここ、こっち向きが向いた時、シャッターチャンスですね。素敵。チャームポイントチャンス。みんな撮ってる。みんな撮ってる。それじゃあ、ハンナちゃんは。はい、私は、茶色の瞳と茶色の髪です。かわいいね、かわいい。好きの地毛です。そうだよね、染めたりしていけないよね、人学校とかね。なんでよくなんか茶色で羨ましいとか言われます。確かに綺麗な茶色の髪ですね。さあ、じゃあ続いてエスちゃん。そうですね、私は結構唇の形を褒められる子が多くて、笑っていなくても口角が上がっているので、なんか楽しそうに見えるってよく言われます。確かにキュッてなってる。かわいい。かわいい。チューしたい。おチューしたい。チューしたいような唇だねって。皆さんの心の声を今ももちゃんが代弁してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてナビちゃん。どっちかにあるエクボです。どっちもある。確かに左側。いいね、エクボにある。可愛い。ここでツボ落としちゃいますとか言って。可愛らしい。あ、本当だ。あれ、本当両方あるじゃん。ありますよね。ちょっと見たら、可愛い。あるよ。なんかちょっと見た目さ、一瞬クールに。そうやって笑ったときにエコを見えるとね、またギャップで可愛いですよね。テレ屋さんでってテレナビでーす。それじゃあ、チョコちゃん。はい、私は左目の下に薄い泣きぼくろがあるんですよ。おー、よーく写真見たらあるので、SNS とかの写真よーく見てください。おー、ぜひやんない。ちょっとね、拡大してもいいですか？してください。ぜひ見てください。それじゃあ、ニコちゃんは。私はよく言われるのは歯並び。うわ、よかった。白いし、きれい。歯並びきれいって褒められるのが嬉しいです。嬉しいです。嬉しい。そう、すごい、私も思ってました。本当ですか？やった、嬉しい。なんか、きれいな方が美しいっていう感じ。皆さんにじゃあ、笑顔たくさんね、見せてください。ちょっとチャンス狙ってください。じゃあ、最後、あこちゃん。私は笑顔です。笑顔。こう真顔でスンってしてても、すぐこうチュッて口角上げて笑います。笑えます。じゃあ、今日ファンの皆さんにいっぱい笑顔見せてください。はい。さあ、じゃあ、次で最後にしようかな。こう、どうなっちゃうね。どうしようかな。これ、あ、じゃあ、そんなあこちゃん。
マじゃあ選んでください。ハンマー、引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ、ハンマー、ハンマー選ぶ。うわー、やばい、ちっちゃいのがいいかな。ちっちゃいのがいいかな。ちっちゃいのがいいかな。大きいの置けない。まずあれ、床にじゃない。あ、床に置きます。なんか立てかけてもいいですよ。絶対押さない、これ。さあ、この戦いですね、やっぱりあのもう A チームだって3ポイント取ってて、B チーム今1ポイントということなので、申し訳ないですが、勝った方に100ポイントを差し上げたいと思います。いけるぞ、いけるよ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 、よし、いけるよ、次です。おーちゃん、やばい、やばい、おーちゃん、見ます。あ、やばい、負けません。みんなの期待を背負って、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いて、あー惜しい、あー惜しい、そうだよね、惜しかったよ、早かったんだけど、やっぱりちょっと重いですよ、重い。パタちゃんどう動き、それやりづらい、やりづらい、やりづらい、シミュレーション、そうだね。でもいけそうだったよ。いいぞ、頑張ります。よし、じゃあもう一戦行きましょう。いきますよ、うん、立てかけてもらって、それ重要ですもんね。はい、はい、次行きましょう。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。あっあっ、花の子が叩けないからね。これはどうしますか。どうでしょう、空振りだった、空振りだった。もう一回いきましょう。できるよ、進んで、進んで、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おー、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おー、仲いいね。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おー、準備したけ。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。あー、すごい。さあ、じゃあ続き、次決まるんでしょうか。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。あ、いけ。ドリンクを手にしていただいて、さあ、じゃあ皆さん手にしましたでしょうか。じゃあ、あこちゃん乾杯だけもらってもいいですか。じゃあ、あこちゃんの乾杯の温度で皆さん一気にいきましょう。じゃあ、いきます。せーの、乾杯。一気にニコちゃんいった。おお、どう？あ、そうですけど、あ、酸っぱそう、酸っぱそう、大丈夫？こう、パッチみたいな。そうそうそう、袖にお水あるから、あれでしたら飲んできてください。どうですか？パンダちゃん平気そう。梅食べてるので、酸っぱいの。あ、普段梅食べてるの。梅だそうです。よかった、よかった。なんか見てるだけですごい唾液出てきちゃいますね。え、うん、大丈夫？大丈夫そう。よかった、よかった。さ
さあ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 、皆さん一部二部三部ね、全部罰ゲームやった方もいますし、全部勝った人もいるっていうことで、明日もねどんな結果になるんでしょうか。さあここからはですね、ファンの皆さん